始まりましたね。発車案期待してたんですね。発車案じゃあ今日ライブです、ね。ライブみたいなね。あ、そっか、書いて珍しいのか。あ、そう、もう最近珍しく幽霊部員だった。じゃあ行きましょう。ニコナイツ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。ね、ハッシャンは働いてない。あ、働いてないって、バーでは働いてないですよ。働いてもらえばいいじゃないですか。たまに。やることないからね。服変わる。変わった。タンクトップじゃないってことですか。働いでもよくいますけどね、うん、働いてるっていうか、ね、こうやって見てくれてる人が来てくれる、うん、働いてはない、ちょいちょいいますね、うん、ちょいちょいM1 R1 みたいな。R1 どうなったんですか。R1 2回戦でダメでしたね。残念でした。うん。あ、そう。いや、M1 で結構行ったんで、俺はもっと行くかと思った。ね。もっとね、R1 の勢い、M1 の勢いで R1 も結構行くと俺は思ったんですね。発車はやってない。やったら気まずい。うん。あわよくばやろうとはしてるけど。そんな感じにはならないです。おう。はてっきりもうやってるもんかと。大事な、ね、商品みたいなもんですからね。やったことによってね、気まずくなって来なくなっちゃうと嫌っすよ。まあ、商品、商品みたいな感じじゃないですか。飲み会でね、男の人が喜ぶ。化粧品の人はもうお腹いっぱいだよ、ね、満腹だ。化粧品の人言ったら1回目でもうお腹満杯だったんだけどね。誰化粧品、うん、なんか板で、あ、なんか売ろうとしてた人、売ろうとしてて あんまね、俺は意味がここで売ろうとしてたら、いや、まあ最初は、ね、その商品をちょっとこの場でなんか晒してやろうかなと思って話したら、蓋来たらそいつが騙されてた。あ、そう、うん、なんかいじれなくなった。あ、売ろうとしてる人が騙されて売ろうってた。話を聞いよくよく聞いてると、そういうのありますよね。そういうのあるみたいですね。7万の機械6台買ってた。たまにそういうの来ますよ。うちの親もなんかプロテインを、ね、どっかからも業者から取り入れて売りさばく仕事やってたみたいです。40層が、ね、40層ちょっと伊藤さんがこぼしたせいで32層ぐらいしか出てこなかったけど、ね、うん、揺らしたから悪いとかで言われたから。すごいですね、7万の機械を、ね、うん、結構な金額、うん、うん、元は取れてるんですかね。いや、取れないでしょ、6台買っちゃって、うん、で、月2万かかる。もともと何やってる人だったんですか。元は何やってたんですかね。モニター、いや、かわいそう。モニターとかどうせ買わないからね。化粧品が高いっぽいから。
怪しいですよ。ネットでなんか稼げるとかよく書いてあってます。全然怪しい。専用の化粧品が月2万だから。カルさんはネットで儲けるとかいうのあれ本当はあると思います。あ、嘘だらけの中に。あんなの全部嘘やん。全部です。全部嘘だと思いますけど、中には本当もあるかもしれない。ないよ。いや、今更やったとしてもね、そんな、ああいうアムウェイとか、カルさん株とか全くやったことないです。やんないね。あんなのもう儲かるっつっても結局時間を費やすから、働いてんと一緒だからね、絶対。だって例えば携帯が流行るって時に携帯のね株買っとけば絶対儲かるじゃん。いや、儲かるけど、もうその分時間を費やもう張り付いてるわけじゃないから。買っと買って上がるのを新聞で見てりゃいい。いや、もうそんな単純なもんじゃないよ。だって絶対携帯なんてこれから復旧するに決まってるってね。昔だったら俺は分かるね。だからもう張り付いてなきゃいけないから、ずっと張り付かなくていいですよ。いや、ダメだって。一回新聞見てやる。いや、もうそんなんじゃ儲かんない。それだって、それで儲かったらみんなやってる。儲かってみんな、まだ携帯やってる、喋ってんだろ。儲かってみんなほっとくじゃん。うわ、200万儲かった。そうすると、もうほっとくことによってまた下がって、大損こく。だから、上がって、いいところでやめとく。剛の地元の先輩がもう株で超儲かって。何の株か。なんか、わかんないけども。フェラーリ乗ってて、1ヶ月後会ったら自転車になってた。そんなに、大儲けして、そんなに上がりす。下り激しいんですか。いや、だからもう張り付いてなきゃいけない。だからもう結局仕事してんのと一緒だから、儲かったっつってそうやってほっとくともうダメな、結局仕事と一緒だから。俺も全然株とか詳しくないんで、うん、マルチもね、結局そういう人人脈広げるためにいろいろ動かなきゃいけないんで、もう結局時間を費やすってことはもう働いてんのと一緒だからね。それで儲かる儲かるっつったって、いやいや、それもう働いてるやんっていう話ですからね。そういう仕事じゃんって思います。まあそういうの仕事にしてる人もいますもん。結局時間かかる。仕事してんのと一緒だね。最近はね、そうなんだ。パリピ。鼻に、鼻は噛まないかな。噛まない。全部飲み干す。大丈夫ですか、風邪ひいてない。ないから、だって自分から出てきたものでしょ。最近風邪流行ってるみたいですけど、大丈夫ですか。風邪はね、ひかない。カブさん、ひかなさそうですね。どんなね、バイキン入ってきても殺しそうだ。いや、だから普段から飲んでないからそうやって風邪ひくんでしょ。鼻水飲まねえから。そんなもん、常に鼻水飲んでればもう風邪はひかないよ。どんな病原体にもカオルさんにはかなわなそう。だって性病になったらあれっすよね、歯を食いしばれば全部治るらしい。歯を食いしばるかは関係ないやん。もう一番いい、歯は食いしばらなくてもいいんじゃない。病院に行かなくて歯を食いしばれば全部、ね、やっていけるらしい、カオルさんの場合。もう全部の抗体持ってるって噂に。もう性病にならないからね。性病に対する免疫がもう全部ついてるらしい。性病にならない体ですから。いや、全部自力で治したからもう効かなくなってくる。それすごいっすよね。それ俺聞いた時すごい思いました。でもね、自力で治しすぎて精子死んでんじゃねえか。そう、子供できないですよ。子供もできない、できたって言われたことないんです。俺も悩んで、それ悩みなんです。
か一回ね、玉袋から一緒に顕微鏡買わないっすか。顕微鏡それ見てわかんのか。こうやって見ればいい。いや買う、そんなもん買う、見ればいいって。動いてれば自分の見て、それが生きてんのか死んでんのか。動いてれば生きてんじゃん。そんな単純なもんじゃねえだろ。いや深刻ですよね最近。特に子供欲しいな。いや子供欲しいですよね。もう家族が欲しくて、もうね、遊び。何がその佇まいで家族が欲しい。家族欲しい、マジで。もうね、落ち着きたい、本気で。もうね、あ、もう寒いし、歩き回りたくないもん。家でずっと家族と一緒にいたい。一回ね、あの玉袋がマスクメロンぐらいに。あ、あのピアス開けた時ですか。違います。いや、もう昔だよ。もっと。二十何歳。それはあれ、爆笑問題のあいつと。一緒っすね、うん、パンパンこんなんにな。それも自力で直したんですか。それ自力で直したけど、この世で一番痛かったな。それもいや病気になってますよ。もう精神が痛風より痛かったかもしれない。もうダメだ、カブさん子供作れないでいいよ、うん、何なんだろうあれ。脱腸なのかな。さすがにみんな怖くなって病院行きますよね、それレベルだ。まあでも山を越えたらもう下がる一方だから。え、今見た目は昔と同じ感じなんですか。大丈夫、元通りになるんですか。いや、それはだから治れば普通になる。脱腸ではないのか。脱腸で腫れ、腸がたまに入ってるとかじゃないの。よく治しましたね、すごいと、うん、尊敬で。いや、その時っていうか結構昔からね、精子を出さないオナニーをしてたの。どうやって。うん、それからちょっと怖くなって、多分それが原因じゃないかな。それから出すよ。精子を出さないオナニーってどうやってやるんですか。どうやって、そのままでしょ。出ちゃう。出ない、出さないようにする。それ極めたらいろんなところでできます。だからそれをそのせいかなって思う。出さないでやるのやばいのか。そう、だからなんかそのね、性病が逆流して玉に行って腫れたんじゃないかって思いますよね。よく出さないでできます。今はもう出すよ。そっから怖くなって。出さないでやって気持ちいいんですか。いや全然気持ちいい。だってちゃんと行ってるから。行っても出ないの。うん。出ないっていうか出さないの。どうやって出ちゃいますか。それは僕が出さない方法を、もう小学校ぐらいから。小学校。いや、その手でやるオナニーじゃなかったから。俺の場合はもうそのあのトイレオナニーですか。トイレじゃん。それはね、確か。いや、あれは手と一緒じゃん。布団に擦りつける系の。ああ、うつ伏せな。うん。思い出したけど、そのトイレの便器の隙間にチンコ刺して擦る、あれ本当っすか。うん、まあそれは思いついたっていうだけで。トイレ分かりますよね。いや、何回かトイレのこう便座があるでしょね。なんて言うんだろうね、トイレがこうあって便座下げて蓋下げるでしょ。そしたらここにちょうど空間ができるね。俺もね、よく思いつきますね、と思います。そこに入れることによって、ね、うん、できるでしょ、空間。なんかバックでやってる感じになる、ね、しかもそのまま出して流せるっていう。うん、便利だ、うん、一石三鳥ぐらいに便利でしょ。でね、やっぱ個室だし誰も入ってる。でこの蓋の上にエロ本を置けるわけだから。ああ、一石三鳥っすね。そういうものとしてこれ作ったんじゃないかって思うぐらい。うん、ね、あ、オナニー専用。昔の人は、うん、頭いい。オナマシン。だからもうそんなの思ったのは子供の頃だから。今考えると。さすが昔からやっぱ優れてますね。俺は凡人には喋ってるじゃん、もう。
思いつかなかったんですよ。分かった分かった、うん、ね、それ子供の頃だから今考えるとそれプラスウォシュレットやったらどういうことになるんだろうって思いますよね。それ一緒にはウォシュレットはできま、できないです。え、閉じてたらウォシュレットできない？いやいや、ウォシュレットだって、ウォシュレットってね、場所が違うじゃないですか。まあ、こんなここまで来ねえか。あ、じゃあビデか。ビデの方がもちろん質より長く伸びるわけでしょ。ああそう、ね、ビデで、あ、それすげえな、それ新しい感覚。新しい感覚でもねえか。別にシャワー当ててんのと一緒か、うん、あんま意味ねえ。じゃあ CM ちゃん、ハニーは甘み。経験者大募集。自分のことばかり考えてた俺が今お前のことばかり考えてるんだ。運命の人と出会うならイオンインク。やっぱやべえな、イオンインク。イオンインク。はい。いやね、本当に子供できないな。俺もね、昔から言えばね、そう、結構ぶっちゃけた話ね。できないというか、どうなんだろう、出てない。まあ、ちゃんと出して、出てないというかさ、やっぱね、3日間くらい貯めた方がいいらしい。だって、徐々になんかね、我慢っていうか、ダメだね、やっぱ出さないっていう声、なんか徐々に出てる気がするんだよね。徐々、あ、その勢いがないですか、うん、飛ぶくらい。いや、してる最中に出るじゃん。してる最中に出る、うん、なんか我慢とかする、我慢汁じゃないんだよ、普通に出てるっぽい。行くときにドバって出るわけじゃなくて、徐々に出てる、うん、そうそう、溜め打ちじゃなくて、うん、だって、いくらなんか行くと思ってお腹の上にこうやってもあんま出てない。そうだからもう出てる、ね、その行く前に漏れてんだ。でそう勢いがないとやっぱ子供はできないんですよ。でだってね、行く前に出てる時点でもうさ、書き出されるわけじゃん、仮で外に。ああそういうのがあるんですか。うんね、我慢汁でもできるとかね、いう噂もね。いや、我慢汁でできたって、我慢汁出てすぐ抜かないと、どんどん仮で書き出されるわけだから。あ、じゃあ若い方がいいっすね。飛ぶくらいの勢いでね、パーって行った方がいいっすね。だから昔はね、こう、そうだからあれですよ。別に中で出したとしても、その後、まあ、行っちゃったとしてもその後3分ぐらいちゃんとピストンしてればかき出せるから。そういう技もある。うん、そういう技もありますよ。実は行ってんのにね、それを続けることによってもかき出して、別にもうデモしないのに行ったふりして腹の上に何も出てない。その場合カラ拭きする、カリがでかい方がいい。引き出すためには、まあそうですね、そのね、あの温泉だってね、掘る温泉掘るやつ知ってます？こういうやつね、これをずっとこうやって温泉の穴ができていくわけだ。井戸とかもね、そうですよ、井戸作るの、もうそれと一緒のこと、原理です、うん、井戸もこういうのをずっとこうねやることによってどんどん土が出てくるわけ。
それと一緒のボーリングシステムですよね。ボーリングシステム、ローリングかと、ボーリングシステムはね、いいと思います。だからできたって言われたことないもんねそれを結構やったんですか、そうなの、中で行ってピストンしとけば出るから。でもね、そんなこと女子に説明してもどうせ分かんないし疑われるから、一応行ってないふりはするけど、こんなこと説明したって、いや嘘でしょ、何言ってんのってなるから。なんか全然行った、うん、いや子供欲しいですね、本当にね、切実に最近は欲しい、勝手に行ってる時もあるし、もう行ってないけど病院行きました、俺なんか病院行きましたよちゃんと、行ってないけどもういいやっつって行ったふりして終わる時もある。病院は結構ひどいですね、大学病院まで案内状とか紹介状、飽きちゃうわけじゃないんだけど、なんか聞いてない、でもその方がね、実は行ってないから何回か楽しめるわけでしょ、向こうはね、なんか3回やるんかいって思ってるかもしれないけど、こっちは行ってないから、いいっすね、何回も楽しめるって羨ましい、何回もじゃないんです、向こうはそう思ってるけど、こっちは行ってないから、まあ要は1回抜いただけっていう話ですね。何回も楽しみたいです、楽しめるというわけでもないけど、やったからには行きたいだろうね。まあでもなんかもういいかなってな時もありますよね。だから最高何回っていうのもね、その途中で抜くことを入れたら無限にできるんだ、向こうはもう行ってると思ってるから。で腹に出したフリしてね、すぐ何も出てねえからすぐティッシュでこれ空拭きだよ、ただ結構ね、小細工すぐティッシュでやんないと確認されるじゃん、はい、出てないじゃんってことは中で行ったんじゃないのってことになるからね、ティッシュの濡れ具合まではまあそこまで確認しないから、さすが伝説のホストは違いますね。俺は全然行ったら行ったよ、行ったって言っちゃっても関係ない。いやなんかね、頃合いで行っかなって時がある、じゃん。カルさん、子供ができるとしたら女の子と男の子どっちが欲しいですか？いや、女子の方がね、楽に生きれるでしょ。女の子の方が欲しいですね、うん、女の子もいいですけど、ね、男も一緒にね、まあ、カルさんサッカーとか好きじゃないか、一緒にサッカーとかキャッチボールとかしたい、まあ、どっちでもいいけどね、どっちでもいいけど、どっちも欲しい、どうだろうな、その本当はね、自分の 100% の子が欲しいんだ。なんかまあ多分調べたら海外とかでできそうな感じはするんですよね。でも今テクノロジーがすごくてそういうのできそうですね。そう、クローンが欲しいんですよ、うん、ナノテクノロジーでしたことか知ってます？クローン、うん、クローンってことはもうこれタイムマシンと一緒のことですからね。自分の分身のね、赤ちゃんが生まれる、これはもうねタイムマシンで過去に戻って見てるのと一緒だから、自分のクローン作ってどういう風に育ててあげたいんですか？じゃあ自由に、ね、自由にさせたらどうなんだろうね、不良になるのかな、そうとも限らない。また、ね、カオルさんの場合、一般の不良とまた違った独特な不良になりそうですか？どうなるんだろうね。やっぱその女子が混ざっちゃうとね、半分女子になるでしょ。全然それでいいっすよ、好きなね、いやそうなるとなんかね、
なんか子供がヘマした時に、あいつの血が混ざってっからじゃない、ほら来たってなっちゃう、絶対思っちゃうから、自分 100% の方がもう文句言えないからね、自分だから。そんなこと思わないっすけど。いや思うでしょ、失敗したら、やっぱあいつの方が半分入ったから、で喋ってるんだから、うん、あいつの方が半分入ったからこんなミスを犯してんだって思っちゃうと思うんですよね。分かんないけどね、思わないです、できたら思わないのかもしれないけど、だからもし不良とかになったら、うわやっぱあいつ半分入ったからかってなっちゃう。いやだから分からないっつってた、ねえ、だからやっぱね、自分 100% で文句言えない方が、え、体が弱くなっちゃう、自分のクローン、うん、クローンって弱くなっちゃう。それは謹慎のことじゃなくて、謹慎相関だと体が弱くなるんじゃない、自分 100% はもうそれ血が強いも何も自分だからね、多分ね、クローン技術はできるんじゃないですか、ただ法律的に認められてない。いやそうなんだ、絶対もうねできるはずなんだよね、どっかの金持ちはやってんじゃないですか。いややってると思うよ、ただ法的にあれだから、絶対誰かやってんだよな。もうすぐなんかそのテクノロジーが進化するとあれも不老不死みたいなできるらしい、脳を移植したりして、こんだけねクローンもクローン、人間のクローンができるのに、なんでノンカロリーのポテトチップができないんだって思う。そんなの結構昔聞きましたね、早く誰か作れよって思う。作れば売れそうっすけど、いや完全に売れる、買いだめするよそんなの。それだけで生きてくわ。うん、なんでノンカロリー、そんなカロリー高いんすか、ポテト。そうだよ、高いでしょあんなの、美味しくないと思うでしょ、それがもうみんなの発想なわけだね。今だって 3D コピーとかもあるんだから、じゃあまた、来週ね、まともな話しましょう、ちょっとは、じゃあまた来週。ぶっ倒る感覚に投げかけるすべもなく、たまり込んだことにすがる、何回目の錯覚だ、笑っていたろう先まで伝い込んだため、この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。